ご機嫌クッキングのコーナーです。今日の先生ご紹介します。今日の先生は中華そばボラーレ春菜 GO の八戸さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日作るのはこちらのお料理です。はい、もう寒くなってきました。こういうのぴったりですね。とろーり熱々です。今日はチーズ入りアンチョビの揚げパンを作ってもらいます。ではお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、食パンを2枚、はい、準備します。はい、はい、そこにですね溶けるチーズを置きます。はい、まず1枚。はい、うん、そしてこの上にですねアンチョビを、フィレ1枚を4等分します。はいはいはい、ちぎって OK です。はい、でこんな感じに置いて、そしてブラックペッパーで、はい、ブラックペッパーを、まあ、好みお好みですね。はい、はい、ブラックペッパーをやって、またチーズをパタンと挟みます。アンチョビが逃げました。あら、逃げましたね。逃げましたね。生きがいいですね。ありがとうございます。でパンですね。はい、でパンを挟みます。はい、はい、でここに、はい、用紙を刺して、そうですね、ちょっとずれちゃうんですよ、あの耳までやっちゃうと。うん、はい、こうやって刺してずれないようにということですね。はい、ずれないようにですね。はい、うん、でここの四つ角ですね、四つ角にちょっと接着剤代わりに、はい、あ、先生、あ、溶き卵、はい、溶き卵を 4箇所につけます。はい、はい、でそれで抜いて、今度はこれに、はい、あ今日どうしますか皆さん。に耳には先に卵をつけて、その後に、あ、最初は小麦ですね。最初小麦でした、ごめんなさい。小麦ですね。小麦つけて、はい、でひっくり返します。その後に卵ですね。はい、また卵をやりますね。今日は皆さんね、はい、ちょっとこう、いや、師走だからやっぱりなかなかバタバタするんですよね。そうなんです、そうなんです。はい、で小麦をつけたら卵、今度両面ですね。はい、はい、こうずらさないようにしっかり、はい、つけてください。ちょっとずれましたけどね。はい、うん、ちょっとずれてます。さあ卵までついたら、はい、今度はパン粉ですね。はい、次はパン粉ですね。パン粉は少し片面ですね、片面をパン粉敷いておいて、またこの上からやると、あ、確かにひっくり返さないでやった方が綺麗につけそうですね。これでもしっかりつけてあげてですね、ちょっと手袋を脱ぐのを早まりました。ゆっくり、先生、ゆっくり大丈夫です。はい、笑っていらっしゃいます。はい、で、そうですね、弱火で加熱してた、はい、じっくり加熱してたサラダ油この中に入れ、温まったらば、はい、パンを入れます。あれですね、はい、先生、油をたくさん使うわけじゃなくて、ちょっと多めなんですけど、油で焼くみたいな、はい、揚げ焼き揚げ、揚げ焼きみたいな感じです。はい、そして、これを中火ぐらいにして、はい、両面こんがり焼きます。はい、はい、はい、でこんがり、こういう感じでこんがり、わー、美味しそうですね。焼いてください。あ、はい、はい、まあ、こんがり両面きれいに、パンにパン粉ですね、本当カリカリって感じですよね。確かに。あんまりつけることないですけども、はい、うん、はい、焼けたものは、はい、はい、はい、すいません。はい、じゃあ中ね、せっかくなのでね、こうとろーりというところをね、見たいと思いますけども、少しここでペーパー使うんですね、ちょっと油を取りたいと思います。はいはいはい、思いました。このままだとちょっと余分な油がついてるんですね。そうですね、ちょっとやっぱり気になりますので、油は、はい、あ、軽く、こうやって本当にこう取ってあげる、はい、はい、うん、そしてこれを包丁で、はい、はい、はい、斜めでもいいし半分でもいいし、うんうん、はい、でこういうのは縦で、ほうほうほう、包丁潰れないように、そうですね、うん、はい、で切ってあげると、はい、で
中にチーズたっぷりです ね, すね、はい、うん、で完成になります。はい、美味しそう。美味しそうに、うん、はい、こちらで出来上がりました、はい、材料のおさらいです。はい、ご紹介しましょう。2組分ですね。食パン8枚切り、そしてスライスチーズ溶けるものそれぞれ4枚、アンチョビ2枚、黒胡椒少々、卵3個、小麦粉、パン粉適量、サラダ油 30cc です。材料レシピはホームページまたテレリンクに載っています。今日のクッキングの内容は放送終了後情報サイトテレイワヤでもご覧いただけます。ご覧ください。はい、ではいただきます。はい、ではいただきます。カリカリ、うん、カリラカ、うん、あ、おいしい、うん、うん、美味しいですね。うん、もちろんこのね、あのとろりとしたチーズ食感もいいですけども、うん、このアンチョビのしょっぱさっていうのがいいですね。また効いてますね。うん、そうですね。わあ、なんかシンプルな材料でとてもおしゃれに仕上がるので、うん、ぜひ皆さんも作ってみてください。とっても美味しいです。パンにパン粉揚げ焼きっていいですね。サクサクだね。うん。うんうん、またトーストのカリカリとは違う、うん、ね、食感ですね。食感が結構楽しいかなと、はい、ね、表面まで、ね、カリカリですね。です、はい、はい、皆さんも作ってみてください。さあ、では明日です。明日もとろーり熱々がテーマ。明日はポテトミートグラタンを作ります。材料はじゃがいも、豚ひき肉、ピザ用チーズを用意してください。今日の料理は中華そばボラーレ春菜ジーオの八戸さん、はい、八戸さんに教えてもらいました。ごめんなさい、ありがとうございました。ありがとうございました。